はい、夢です。こんにちは、どうどうも。今日はですね、新しくダッフィーのグッズが発売になりました。ディズニーシーに来てます。今日8月23日、時間は今時間は14時前ですね。どれぐらい混んでるんだろうな。はい、早速行ってみましょう。今ガラリアディズニーの前にいるんですけども、あ、結構並んでるね。ミラコスタの屋根の下あたりまで結構人が伸びてますね。はい、そこのですね、ミラコスタの屋根の下あたり、ちょうど分かりますか。はい、ここで列切れてるので、そうだな、これなら全然並べるね。ちょっと並んじゃいます。はい、最後尾この辺ですね。ちょっと並んでみます。今時間14時ちょうどぐらいですね。行ってみます。はい、整理券ゲットできました。ただいまの時間は、はい、14時12分ですので、まあ10分から13分待ちって感じでしたね。意外とあっさり入れました。じゃあ早速行ってみます。はい、今回のグッズはですね、ダッフィーの、オータムスリープオーバー外泊ってことですね。全30種類かな、グッズの方ルートと合わせて。じゃあ早速紹介行ってみましょう。はい、まずはぬいぐるみの衣装になりますね。はい、今回はこういう衣装になります。めっちゃ可愛いですね。スリッパ見て、クマだよ、クマ。クマがクマのスリッパ履いてるってすごくない？なんか珍しいよね。4800円です。マジか、お前、クマがクマのスリッパ。シェリーメイもそうだよ。シェリーメイも可愛いんだけどさ、見てくださいよ、メスかな。やっぱりクマがクマのスリッパ履いてますね。珍しいよね。だってミッキーとかネズミのスリッパとか履かないもんね。すごいセンスしてるね。かわいいけどね。ってことはやっぱそうだ、ジェラトーニ、やっぱりジェラトーニもそうだよ。猫のスリッパしてますよ。はい、これですね。はい、そしてちゃんとジェラトーニのだけ短パンですね。ショタショタ、分かってますね。はい、そしてステラルーン見てみようか。はい、ステラルーはウサギです。かわいいな。ステラルーはパンツが長いんだね。はい、やっぱりジラトーニだけ短パンですね。はい、ネイルミのコスチュームそれぞれ4800円になります。はい、ヌイバとストラップの棚なんですけど、ね、やばいね、すごい人で、ちょっと割ってけません。普通に買うにしてもやっぱ一つ一つみんなお顔をね、吟味してるので、俺がね、取る取らない関係なくただに近づくのも一苦労ですね。でちょっと後で来ようかな。はい、こっちの棚空いてました。空いてる棚発見したんですけど、こちらで紹介します。はい、続けてヌイバーになります。ヌイバーね、ぬいぐるみとちょっとデザインが違うんだよね。ぬいぐるみはね、衣装を上に羽織ってるんだけど、これは脱いでるんですよね。多分みんなこういう風なんでしょうね。はい、ちゃんとこのスリッパ、このクマのスリップもちゃんと再現してます。そしてこのお尻からね、尻尾が生えてるのが芸妓まで凝ってますよね。すっげえ細かい。あとこのどんぐりの帽子も可愛いですね。はい、こちら2000円になります。はい、シェリーメイヌイバーになります。シェリーメイ、ピンクを基調にして可愛いですよね。ダッフィーのデザイン似てて、ポケットのとこハートになってるのめっちゃ可愛いですよね。ちゃんとこれジャケットのボタンとね、合わせ方がダッフィーとシェリーメイで合わせ方が違うんですよ。ほら、わかる、ね、ちゃんとレディースになってますね。すげえ凝ってる。はい、スリッパのところのリボンついて可愛いですね。あ、この柄も可愛いね。花柄でめっちゃいい。はい、お尻の尻尾とこのフリフリのフリルもちゃんと女の子って感じで可愛いですね。あと髪がないのにヘアバンドしてるところの芸妓まで可愛いですね。はい、こちら2000円になります。はい、ジェラトーニくんのヌイバーになります。はい、ジェラトーニはチェックのものですね。ちょっと落ち着いたデザインですね。え、この子可愛いよ。はい、帽子が可愛い。あ、猫のスリッパ、猫耳のスリッパも可愛いね。はい、尻尾も長いです。はい、ジェラトーニも2000円になります。はい、こちらはステラルーになります。ステラルーめっちゃ可愛い、めちゃめちゃ女の子って感じで、パジャマ可愛いですよね。もうヘアバンドも可愛いです。髪の毛ないのにヘアバンドしてるっていう、なんかこのどうなんだって、まあ可愛いからいいんだけどね。
はい、この胸元の星もいいね、ステラ可愛いですね。はい、そしてこのウサギのスリッパも可愛いです。あ、ちゃんと尻尾もですね、お尻からちょっと生えてるのが可愛いね。色もいいよね、クリーム色アイボリーって感じで、とこのフリフリがついてるのも可愛いです。はい、こちらも2000円になります。はい、ストラップになります。ストラップと縫いは違うのでご注意ください。はい、なんかね、抱っこしててなんか、ね、抱きしめてるんですよ。めっちゃ可愛いですよね。こちら1700円になります。こちらシェリーメイですね。はい、シェリーメイもなんか、まあ、ピンクのブランケットを抱っこしてますよね。はい、こちらも1700円になります。はい、こちらジェラトーニですね。ジェラトーニはね、ダッフィー、シェリーメイとデザイン違うね。なんか、ね、明らかに違う。クッションをね、前から抱え込むようにしてこう抱っこしてますね。はい、1700円ですね。なんかいいね、フロントからガバッとこうやってね、かわいい。1700円です。はい、こちらステラルールのストラップ。はい、ステラルールもですね、やっぱりジェラトーニと一緒でクッションをガバッとフロントから抱えてますね。かわいいな。こうなんかいじめるみたいな感じでこう首をかしげてるとかあざとくていいですね。はい、こちらも1700円になります。こちらハンドパペットになりますね。ちゃんとね、ハンドパペットって書いてます。はい、このようにですね、手を入れて遊びます。ちょっと男の俺には無理ですね。男の俺ではこうなっちゃって指を全部入れることができません。できなくないんだけど、ちょっと大変なのこれ。でも可愛い、ほれほれほれ。はい、こちらハンドパペットね、3300円になります。子供をあやすのいいかもしれませんね。はい、こちらはパジャマになります。パジャマサンプルがちゃんと飾ってあるんだよ。思ったより大きいね。サイズがね、 M と L しかないんだよ。 S がないんですよね。結構ね、子供用とか体ちっちゃい人多いと思うので、 S サイズあってもいいと思うんだよな。意外と大きいと思いました。これが M なんだけど大きいんだよね。これは手はこれだから、もうちょっと大きいよね。 L 見てみようか。これ L なんですよ。わかるかな。相当大きいねこれ。はい、一応サイズは書いてあるんですけども、例えばね、 L と M で身長は同じなんですよね。ウエストとバストとウエストが違いますね。 M のね、バストがね79から87、 L のバストもね86から94ですね。なのでおっぱ大きいとは L がいいと思います。まあそれはそうだよな。ウエストも違うね。 M がねウエスト64から70なんだよね。で L がですね69から77なので、まあゆったりサイズですね。身長がどっちも変わらないってどこかのミスですね。まあね、かなりあのレンジが広く作られてますね。はい、パジャマ4900円になります。パジャマ総柄で可愛いですよね。このあくびしてるジェラトーニとかさ、めっちゃ可愛い。あとね、生地の厚みなんだけど、これ捉え方は人によるね。これどうだろうな、やっぱ秋ね、秋だけあって若干やっぱり夏よりかは若干暑いかなって感じかな。でもね、冬来たら多分寒い感じですね。はい、あの夏と冬の間って感じ。まさに秋物ではね、ごめんなさい、そんな説明しかできないよ、すみません。はい、こちらパジャマとセットのヘアバンドになります。はい、お風呂上がりとかメイクとかするときとかいいですよね。はい、こちら1800円ね。はい、総柄なんですけど、ちゃんとこれはステラルーと、はい、シェリーメイになってるね。女の子がちゃんと来るように、総柄なんだけどちゃんと、ね、デザイン統一されてますね。わかりますか、ほらね、ちゃんと考えられてますね。パジャマの方は総柄なので何がどう来るかはちょっと完全ランダムなんですけども、ヘアバンドはデザインちゃんと統一されてます。はい、こちらキーチェーンになります。イラストになってるやつの立体感になってますね。はい、イラストもね立体化されてて可愛いですよね。あくびしてるジェラトーニ本当可愛い。あとチャームが面白いですね。ダフィードングリ、シェリーメイアメキャンディ、ステラルーこれリンゴかな、ジェラトーニカボチャになってますね。こちら4つセットで2800円になります。
こちらポストカードになります。絵柄なんか今回ビジュアル2種類あるんだね。このねあくびしてるジェラトーニョいるんだけど、この寝そべってイラスト描いてるジェラトーニョは初めて見たな。こんなビジュアルがあるんだね。このね絵描くのが好きだからさ、寝そべって絵描いてるとこはまたあざといな、あざとかわいいですね。あとこのね秋ハロウィンかな、秋ってことでこの収穫物がね周りにこう秋の味覚がねこう床にバーッと散らばってるところでいいですよね。はい、こちらお値段200円になります。これタオルは2種類あるんですか？はい、タオル2種類ありまして、はい、ラフィーとジェラトーニのボーイズのやつと、うんうんうん、あ、ボーイズね、そうなんですよ、ガールズのメイチェリーメイトステラルール分かれてるので2枚になってます。こういう分かれ方したの多分初だと思う。初です。いつもダッフィー、シェリーメイペアなのに、ね、ボーイズ、ガールズで分かれてるってなんか初めてですよね。初めてですよね。多分ステラルーちゃん出てからですか、ね、そっか、びっくりした。嬉しいです。本当だ、可愛いね。ちょっと可愛いですよね。しかも色も分かれてるので、本当、しかも色もね、ピンクと黄色で、うん、だからちゃんと男の子チーム、女の子チームに分かれてるって初めてですね。可愛い。ちゃんと絵柄こうなってんのね。かわいい。1500円。ちゃんとこのお気に入りのチャーム、お気に入りのフードもちゃんと入ってますね。ミニタオル 25×25、 ハンカチっぽく使えそうだね。こちらウォッシュタオル、こちら絵柄もう一個なの、寝そべってるジェラトーニの絵柄のやつですよね。はい、こちら800円になります。タオルとハンカチね、タオル、ミニタオル、なかなかリーズナブルでいいと思うな。かわいいし。はい、ミニタオルが1500円、ウォッシュタオルが800円になります。こちらマグカップセットがあって、こちらもね男の子チーム、女の子チームと分かれてますね、イラストが。それで今回新しいのがね、はい、こうやってね重ねて収容できるんですよね。これは新しい。当然マグなので陶器でめちゃめちゃ重たくてガッツリガチンコで重たいです。こちら2600円になります。これはいいね。はい、こちらクッション4200円になります。クッションね、4人がベッドみたいにこうやってねちょこーんとね顔と手出して寝てるんですよね。これ本当にクッションに使ったらね、これ顔うずめらんないし、お尻はゴツゴツするしで、本当にもうこれ飾っとくクッションだよね。飾りクッションって感じ。はい、こちら4200円、実用すること全く考えてないクッションです。4200円になります。はい、このクッションね、どうやらこれストラップとか縫い歯の流用みたいなので、 お顔問題が発生してるんですよね4人全員ね可愛い顔を見つけるのが至難の技で、結構みんなね顔を選んでる人多いですね。結構ね顔を選んでる人もいて、もう気持ちわかるな。これくっついてるからね、これ顔を選ぶ労力の4倍ですよね。これは大変だな。でもね、一番推しの子がね一番可愛いのを買った方がいいと思います。はい、こちらワッフルケット、いわゆるブランケット、毛布みたいなものですね。でね、 150×130cm ポリエステルと綿で、めちゃくちゃ重たいんですよ。すっごいずっしりしてる。ワッフルケットだからね。でサンプルがあるんですけど、ちょっとねこれね、ちょっとこれでかくて広げられないですねはい、表がポリエステルでテカテカしてますね。はい、裏が綿でですね、あのパジャマの総柄になってますね。はい、ガラリアディズニーはサンプルが置いてあるんで見てください。広げたいけど150はさすがに広げられないな。はい、こちらフォルケット、お値段が5300円になります。今までで一番高いですね。まあ高いだけあってすごいしっかりしています。はい、こちら巾着セットになりますね。巾着3つ入ってます。はい、小中大 SML3 つの巾着入ってますね。はい、このメインビジュアルのこの巾着と、はい、ちょっとあくびしてるやつと、はい、この顔のアップと3つ入ってますね。こちら3つ入ってお値段1900円になります。それぞれ3つのサイズがねちょっと書いてないですね。
はい、サイズはね、目で見て確認するしかないですね。一番ちっちゃいのはね、ちょっと iPhone ぐらいですね。真ん中の巾着がね、いつも出てる巾着ぐらいの大きさで、一番大きい巾着は A4 ぐらいの大きさになります。はい、今回のグッズで一番いいなと思ったのがこのトートバッグになりますね。めちゃくちゃ高級感あって可愛いです。これは表面がこのメインデザインで、裏がですね、はい、こちらトート裏面ですね。裏面はそれぞれ寝ているキャラになりますね。はい、こちらのトートですね、今までのトートにはない新しい、はい、仕様があります。コンパクトに折りたためるんだって。はい、このね、折りたたみケースがついてるんだって。これは新しいな。はい、で3600円ね。中見ようか。中見るね。はい、中もですね、すごいこう総柄になってますね。かわいい。それでこれあれだ、折りたたみ用のポケットがついてて、普段使い用だからポケットになるんだが、折りたたむときはこれがケースになるんだ。すごいこれ。ただね、畳めるだけあってちょっとペラペラですね。がっつりとしたね、なんか重厚感はなくなりましたね。ちょっとペライね、ペライけど、でも貧相な感じはしない。すごい高級、ペラペラなんだけど高級感ありますね。これ新しい、画期的ですね。はい、この内側のポケットがケースを兼ねてるのが新しいですね。はい、3600円ね。こちらはショッピングバッグになりますね。ショッピングバッグ700円になります。ちょっとちっちゃい、いつものダッフィーのいつもの、ね、ちっちゃいバッグですね。はい、こちらレジでのみ販売になってます。700円ね。こちらね、ミニトートバッグ付きのクッキーですね。23枚1500円なんですけど、はい、このトートがめっちゃ可愛いね、これ。はい、これね、OL の方なんかね、昼休みにね、買い物とかランチにね、財布とね、なんかタバコとかさ、財布と簡単なメイク道具持ってパーッと行ったりするのいいですよね。バッグ内バッグって感じでいいですね。カバンの中のカバンって感じですごくいいと思います。1500円ですね。はい、クッキーは23枚入って1500円になります。はい、こちらはチョコレートになります。ケースがいいね、カンカンでいい感じ。はい、こちら900円ね。チョコはね、このようにホワイトとストロベリーで12個入りで900円になります。はい、こちらキャンディーになりますね。はい、ダッフィー、これ目開いてるね。これは俺寝てていいと思うんだけどな。なんか瞳孔開いてるね、このダッフィー。なんかこれだけ生産ラインが違う感じがしますが、まあいいや。はい、こちら1600円ね。キャンディー5本入りですね。使い終わったら何ね、キャンディー食べたら何食べる、鉛筆とかね、メイクの道具とか食べてますね。はい、こちら1600円になります。こちらはミルクティーだって、ミルクティー5袋入りで1700円になりますね。ミルクティーって普通ティーパックで作ってさ、お湯で牛乳で割るんでしょ。どういうことだ、初めからミルクティーっていう形で売ってるんだね。ちょっと自分じゃ分かんないな、すいません、ちょっと不勉強で。はい、この縁に乗ったこのミニフィギュアかわいいですね。はい、こちら5袋で1700円になります。こちら新しいですね、パスタスナック、パスタスナックですね。はい、なんかマカロニかなんかですね、揚げてありますね。10袋で1200円です。このケースは食べ終わったら、はい、いろんなもの入れられそうですよね。これは紙ですね。これだけケース紙です、ご注意ください。はい、10個1200円ね、紙になります。はい、ただいま夜の7時半、19時半回ったところなんですけども、ガレリアディズニー列ずっと伸びてますね。さっきの昼よりもむしろ列が伸びてますね。まあパークで一応一日遊んだ後、帰りにねまとめて買い物をするって人が多いんでしょうね。はい、列伸びてます。今日一日中ずっとこんなんなんだろうね。はい、ダッフィーグッズ発売初日レポートでした。ではでは。カゴ2つあります。これと
はい、一括です。すごっ3つ持てるかな。頑張ります。